セット500、1200点。ここで私はちょっと降りたくないんですよね。4200。やってしまいましたね。完全にやってしまいましたね。今までのりょうなさんのプレー傾向的に強い手は結構割とちゃんとコールしたりとかちゃんと慎重にやって、弱い時ほど結構ブラフしてるっていう傾向がなんかあるような気がするんで、まあ弱ければこのりょうなさんの手が本当何もないような、例えばエース10とか何もなければ多分次のレイズで降りるはずなので、11000。まあちょっとさすがに無理かな。でもすごいリークを疲れてる気もする。ここで返せばセットの主張はできると思う。はい、26000。意地の張り合いの終了おります。クロップ5セットってかなかなかいや、面白かった。